究会ということで、まあ、今年からですね、初の、試みなんですけれども、まあ趣旨はですね、今までこうロボコンでこういきなりやってたんですけど、なかなかこう皆さんこうつまずいていることがある。しかもこの防水とか電気のこととかですね、結構毎回同じようなところでつまずいていて、なかなかこうロボットの面白いところまでいけていないという問題がありました。それで、まあ、我々の方でもですね、その注意すべき点とかロボットの概要みたいなことを、紹介して、で、皆さんでこうなるべくこうロボットを楽しむところまでですね、行きたいなと考えています。それで、まあ、今年から AI チャレンジ部門という新しい試みを始めるんですけれども、まあ、今日はですね、その説明を中心に、あとロボットの作り方とか、実習ロボットの一般的な紹介をしたいと思います。で、今日はですね、大体4時までの予定でして、まず最初に、山形さんの方から、今年の実習ロボコンの特に AI チャレンジ部門を中心に、紹介をしていきます。で、その後でですね、ジャムステックの吉田さんから、水中回収ロボットのデザインについて、講演をいただきます。で、最後に私の方から、水中ロボットの全般について紹介をして、多分30分ぐらい余ると思うので、そしたら質疑応答で、まあ、の時間を増えたいと思っています。はい。で、あとは、この吉田さんの配布資料をですね、今、ロボコンのホームページにアップしました。これって、画面に作られているか、はい、左画面の、はい。AI チャレンジ部門のところですね。で、ここです。これ、配布資料。これが吉田さんの資料になってますので、ご覧ください。参加者の皆さん見てますと、結構社会人の方も多いなという印象もあってですね、特に一応募集要領の方には、本当は陰性までで書いてあったんですけど、まあ、社会人の方も文句を広げてもいいかなというふうに思っておりますので、やる気ある方はぜひ強い意思表明をですね、登録の場でしていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。それでは、こういうのかっこ悪いよね。それではですね、AI チャレンジ部門の実演講習会1の、説明会を始めたいと思います。私はですね、今回説明していく内容は、ルールに関して私が担当するという形になっていますので、今回はルールを説明していきますが、今回の発表の流れとしては、まあ、私が何者なのっていう話をした上で、部門の趣旨とか必要な技能とかスケジュール、その他ルール解説をして、まあ、質疑にあれば応答したいなというふうに考えています。さて、で、私何者なのかといいますと、私、山形博和といいます。ジュニア部門の運営を、3年間担当しておりまして、今年は AI チャレンジ部門の方にも、手を出すという流れになっております。で、あとは、まあ、Twitter 見てるといううちの NPO、 少ない、ぜひ皆さん見てくださいね。Twitter の、中の人の1号を担当しておりましてですね、雑な発言があったら大体私ですね。で、普段やってることは何かと申し上げますと、南極探査用の AUV の開発や、あとは水中ロボット教材ですね。今回皆さんに提供するものもその水中ロボット教材を改造したものになるんですけれども、そちらの開発なんかは扱っていたりします。まあ、あとは、まあ、2015年くらいまでは水中ロボコンに参加していたというところがあってですね、まあ、いろいろやっていただいています。あと右下の方になんかちょっとおまけありますけど、これ知っています、ないよね、どうかということでですね、いろいろやらせていただいて
いているという形になります。で部門の趣旨にじゃあ早速入っていきたいと思うんですけれども、趣旨の方に入っていきたいと思うんですけれども、趣旨なんですけれども、先ほどもお話あったと思うんですけど、まあ、水中ロボコン自体はいろんなその水中の技術っていうものを皆さんと共有して高めていければとか、水中ロボットに興味を持ってもらえればっていうところをコンセプトでずっとやってきているんですが、まあ、なかなかうまくいかないところもあると。でうまくいかないこと自体、その防水とかで失敗するというのも皆さんにとって学びであるというふうに非常に重要であると思っているんですけれども、それと同時にやっぱりそのソフトウェアとかを使っていくというところも水中ロボットである上では非常に重要なところでして、そこで今回は、趣旨としてあくまでソフト側の方に、軸足を置いた部門として AI チャレンジ部門という、そのなお悩んでるバカ受けな感じのネーミングのチャレンジ部門をですね立ち上げたという形になっております。で実際にですね、現場というか研究の分野においてもこの AI 技術を水中ロボットの方に導入していくという話が徐々に始まっておりまして、例えば私がさ所属している研究室では、例えばマルチビームソナーの映像から画面を追従するといったようなことを実際に、人工知能を利用してやっているという実績なんかもあったりします。またこういったものを、そういった形で考えていて、まあ、今回はですね、メインのところは、ちょっと画像止まってますけど、ここのところにある例えば V とかそういったものを画像認識していったりして、そういったものの追従の能力を上げていこうということになっています。こちらの映像、YouTube の方にもアップされているんですけれど、水中というのは赤とか黄色とかこの辺の色というのはですね、距離の減衰が非常に厳しいものでして、例えば遠くから見ていても色がよくわからないという話があります。従来の AUV 部門で例えば V タッチっていうのをずっと課題でやっていましたが、例えば距離によって色が変わってしまうので、画像処理で例えばその赤だけこう切り出してね、重心を捉えて追っかけるとかやっていると遠くからだと認知できないみたいな話になっちゃって、いろいろ悲しいことがずっと起こってきたんですね。私自身も結構悲しいことになった経験者なんですけれど、まあ、そういったところに対してこういった AI 技術みたいなものを導入するというところをチャレンジしていただければというふうに考えています。で必要な技能としては、まあ、基礎的なプログラミングの知識ができれば持っていっていただきたいなというふうに考えていて、特に Python の活用っていうのはまあできると嬉しいなというふうに思っています。ここまで全部を教え切るというのは時間的に厳しいので、こちらに関してはある程度実習を進めていただければと考えています。で、例えば、まあ、下に紹介してますけど、このコーダカミというところは無料でですね、Python の練習なんかもできたりしますので、そういうところで基本的な文法の能力というものを身につけていただければというふうに考えています。で全体のスケジュールとしてはこのようになっていて、今事前講習会、今ここですね、ここで、まあ、AI チャレンジ部門の紹介とか水中ロボットについての紹介というものを行っていくというところが、まあ、今日の予定で、でここから、7月15日、事前講習会にまでに、登録の日程になっていると思います。締め切りが28日だったと記憶していますが、その登録をしていただいたチームに対して、希望するチームには、教材の提供を行う予定があります。で、7月15日に講習会に行いますが、こちらでは、制御に必要な画像データ等の入手とか、あとは Python プログラミングを、実際にやってみようといったような内容が、こちらで行う内容となっています。また、実際にロボットを持ってきていただければ技術指導なんかも行っていきますので、これまでに期待を組めた場合はぜひ持ち込んでいただければいいかなというふうに思っています。で、8月2日これが最後の事前講習会予定となっておりますが、こちらについては、まあ、AI ハードウェアの組み方とかソフトハードウェアの指導、あとはもうどうしようもない動かないという時の書き込みではですね、といったような形で一応最後のバックアップというもので用意しています。で、大会当日のスケジュールですが、一応24日土曜日から、開催という形になっていて、ロボットの調整でオリエンテーションというのはプールの使い方ですねについて説明します。
でこちらワークショップというところでは皆さんが開発した、水中ロボットのアルゴリズムとかもしくは機体に改造していれば改造した点についてのプレゼンテーションを行っていただいて皆さんでその情報の共有を図ってもらいます。ここにはポスターセッションという形で準備しておりますので、皆様各自ポスター A0 サイズの貼り出しスペース用意しますので、まあ、プレゼンの仕方はお任せします。ご用意いただければいわゆる学会のポスターセッションのイメージですね。スペースだけあるんで、まあ、できればポスターがいいと思うけどどうしようもなければ例えば A4 で並べたいとか、まあ、その辺は皆さんにお任せします。で用意していただければと思います。で最終日、25日が、大会の実施になっていて、実地でも午前中は、コースのところで各チームが、実際に機体を動かして、審査員の方にアルゴリズム等を実演しながら説明していただくといった場になっています。で午後の方では水槽競技という形で実際に皆さんのポイントを取らせてもらって、で、まあ、そちらで順位が決まるというような2段構えの内容というふうになっています。で、まあ、この辺校内見学なんかも、永遠に予定されてますが、まあ、なかなか見れないものが見れたりして結構楽しいですよ。で、まあ、下に書いてありますが、当日それほど余裕があるかといえばですね、それほどないんですよ。ここの1日あるロボット調整、まあ、あとここの朝のロボット調整くらいしかロボットを用意する時間、調整する時間ないです。つまりここに来てから今始めようってやっていたらほぼ間に合わないと思ってください。確実にそれまでにどこまでしっかり準備詰めて来るかというところを意識してしっかり用意をして来ていただければというふうに考えています。金曜日も、午後からプールが来られて、はい、だからそれは任意なんですけど、はい、行きます。一応、はい、金曜日12時になってまして、そこで午後からコースの開放というのも行っております。今回社会人の方多いと思うので大変かなとは思いますが、そちらも、はい、補足の通り入れるというふうになっています。で、ルール解説に入ってまいります。抜粋の内容です。細かい内容は、ガイドブックの方を確認してください。形式自由です。自分で全部機体を作ってきて持ってきていただいても構いません。例えばこの中で AUV 部門に参加されたチームっていたと思うんですけど、そちらの方がそのまま機体を持ってきても来れるような形で広めなルールに設定してありますので、そういった形での参加していただいても構いません。また制御方式こちらも自由です。例えば機体の中にちゃんとそうですね、マイクロコンピューター積んでいただいて持ってくるというのも OK ですが、例えば、機体の陸上の方までテザーケーブル、まあ、配線でつないでおいてそちらで、まあ、機械処理を行ってロボットだけ動かすというようなやり方でも OK です。で教材の場合がこちらが今回提供する教材ですけれども、こちらに関しては、それと同じ方式テザーケーブルで陸上から制御するというような形にしておりますので、まあ、そういったご理解をしていただければと思います。サイズ重量に関しては、まあ、これを超えて機体を持ってくるチームがあまりないかと思いますので、まあ、これだけ守ってください。またリチウム電池等の、注意、またプールの汚染注意というところはお忘れないようにお願いいたします。で、こちらが提供する教材で、ジュニア部門の方で提供している、マーク3という教材を改造したものになります。こちらの前方部の方に、光学カメラの方を搭載して、参加者の方には提供します。で、事前に提供されたそのまま組み立てればですね、ソフトウェア上で画面見ながら、ラジコン操縦できるといった状態まで自力で組めるようになっておりますので、あとはそこから皆さんで、陸上からコントロールするプログラムを書けば動かせるというような構造になります。詳細の内容が、知りたい方は、マーク3の公式ホームページの方にですね、一通り組み立てのマニュアル等は公開しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。で、実際のコース説明になりますが、ジャムステックの 1.5 メートルプールを4分の1区切った部分、半分に区切った部分が今回コースとなっていて、皆さんはこのスタート位置と書かれた場所からロボットを投入していただきます。で中央のところには V がたくさん見てまして、まあ、このようにですね、高さと色の違う複数の V がランダムに置かれています。これは大会開始時点において変更していくものになります。で、この高さの違いと色の違いで距離によって見え方が大きく変わってきますが、それをちゃんと画像で認識して追尾すると
で、タッチするとこの部位が割れるような仕組みとなっておりますので、それで触っていただいてタッチすると特定になるといったような仕組みになっています。で、まあ、特筆するべき点としてはですね、まあ、黄色と赤というのがよく色が変わるので2、4ぐらいというところで、特に1が低くて色が変わりやすいものだけ点が高いと。で、また遠くから見て明らかに V だと分かりやすい実は青なんですけど、こちらに関してはマイナス10点という形で割ると減点されます。なので、ちゃんと認知して色を見て割っていかなければ特定にすることができないというような仕組みになっているので、皆様アルゴリズムしっかり組まれると良いかなというふうに思います。また、こちらの方には定点保持エリアというものがあって、まあ、こちらのところで、撮影対象が壁に貼ってありますので、こちらを、視認すると特定になるといったようなポイントがつくといったようなものがありまして、こちらの定点保持エリアでは常に 0.1 ノット程度の流れが流れるようになっております。この中で位置補充を行い、A4 サイズのマーカーがありますので、そちらを認識するということができると、得点という形になってまして、これは来年度以降の難易度として考えられている課題になってますので、ここにこうチャレンジして結果出せると結構いいことあるかもしれませんね。といったような形でルールになってます。で、補足です、水中ロボネットの、水中ロボコンでは SNS ハッシュタグを決めてます。これです、なんか、例えば制作中でももしくは大会中でもいろいろ思うところがあったらこれつけて喋ってください。で、下がスポンサー様タグです、スポンサー様タグはやらかした系の内容を書かれてしまうと後々大変なことになるので、できれば楽しい内容はこちらもつけていただけると非常にこう来年度以降の予算獲得に有利になりますので、ご協力いただければと思います。で、すいません、スライドあともう一つ、あと北海道の日本財団というのがあるんですよ。日本財団、はい、その、まあ、楽しいで、すいません、話しすぎてますが、これでごめんなさい、スライドは終わりなんですが、もう一つ言い忘れました。こちらの大会、AI チャレンジ部門はですね、日本の科研費の方を取らせて研究させていただいている研究内容という部分がございます。ですので皆様の方からアンケートを取らせていただいて、その内容が研究内容として出ていくという部分がございます。もちろん皆様の個人的な情報に関しては一切出さないようにしますが、こちらについてはご協力いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。以上で終わります。それではですね、何か質問等ございましたらありますか。このルールやって大丈夫なみたいなことがあったらどうぞ。はい、遠隔操作が可能というお話をさっきから言ってきて、でも風船割りとかって操作してっても割れちゃいますよね。はい、どの部分に AI がという今回提供するキット自体は組み立てると、まず誰でも遠隔操作ができるという最低限のレベルまでは提供できる。ただ競技場はAI を使わないでは得点してはいけない形のルール設定になっているので、なんでまずはちゃんと動くところまで持っていっていただいてプログラムを組んでくださいというようなことになります。気球が二の味噌だってよろしいですよって言ってるだけ。あ、そこにおける AI の定義は何ですか。AI という書き方をしているというのはふわっとしているということです。そこは、究極的にはですね、今回のルール AI チャレンジという言い方をしてます。で、講習内容としても例えば養老とか使ってっていう話をしていく予定ではございますが、究極的には画像処理で戦っていただいてもいいです。これはで、その上でのそのなんて言いますかね、スペックに変化がどれくらい出てくるかというところも、まあ、研究の面白さであり皆様の経験上、AI かっこふわっとしたものってすごいなっていう風になっていただければいいなというところもありますので、そこは限定しません。
それを例えばアルゴリズム的にやっていただければとは思っていますが、ちょっとそこはごめんなさい。まあ対象を取れたらという形で取り上げ書かせていただきます。これは意図的には結局本物、例えば海の中で転勤をするロボットの場合、揺れてると全然画像が安定する。なので画像を何かするというよりは、そこで止まってるために画像を見てるといったイメージで考えていただいて、まあ、中身はどうするか今日の会議がそのあとで決まるんだろうけど、はい、要するに止まることが大事。それは例えば V を動かして通信するっていったようなことは多分選択肢として出てくると思うんですけど、そういったものも OK です。市販の、まあ、水中ドローンとかこういうものを使ってもよろしい。その市販のレベルというものが定義しにくいので回答しにくいですね。それはそうですね。一応形式としては自作もしくは提供するキットという形でやらせていただいていて、まあその自作の定義の範囲になります。まあ、分かりました。今例えば、ブルーアロビーとかああいうのでしたらね、自宅の部分もあるでしょうから、あれですけど、まあ、っきり完全に市販品で、ほぼほぼハードウェアには、ほぼほぼじゃないです、完全に手を入れてないようなものを指してました。で、それは NG。それは NG です。はい。疲れるじゃないですか。間に休憩挟んだ方がいいかもしれない。